ついてきなさい。案内しなさい。ついてきな。白球はがっかりさせなかったみたいね。小尺お姉ちゃんが無事でよかった。やっぱり白おじさんは悪い人じゃないね。まあ、うちは大丈夫だから心配ないよ。それより空にある黒い玉を。さすが師匠。師匠がもう始めてるならうちらも急がないと。そんなに難しくないよ。師匠の話によると全部で2つのことをやればいいんだ。1つ目は核をデータの海からすくい上げて師匠のところに連れていく。2つ目は師匠の指示に従って術の力を最大限に導いて短時間で老朽にある全ての影を制御する。そうすることで師匠は全てをかけた回収を行って核の体を作るんだ。その結果、もし運よく核が心を入れ替えてくれたらうちらは味方を得ることになる。運が悪かったら奴と戦って誰の拳が硬いか見てみるしかないね。全財産をかけて一か八かの勝負に出る。いい知らせは、事前に衝撃を防げたら、桜花にとっては老朽の破滅も、ただの地震でしかないってところかな。じゃあ、あなたたちは戦闘を避けるの？ん？どうしてそう思うの？世界で唯一無二のサンプルを十分に観察するために、彼らと生死を共にすることこそが研究者の常識でしょ？本当にダメだったら、災いから逃げられるようにみんなをアストラルリングの中に隠せないか頑張ってみるよ。ちょっとセナ、アストラルリングをオーバーロードさせたらあなたは。心配しないで、あくまで最悪のケースを考えてるだけだよ。やむを得ない時が来たら後遺症を気にしてる場合じゃないでしょ。もうそこまで面倒なことじゃないだろ。うちは力を捨てたわけじゃない。万が一どうしようもなくなったらうちという欺瞞の術がいるだろ。まあその時になったらみんなもあんまり寂しく思わないで。多分そこまでいかないよね。それはどうかしら。協調の一部のせいでセラがいなかったら私はうまく歩けないほど衰弱してるしね。そうだ、ここで運試ししてみようか。夢追い人はまだやったことないだろ。老朽の銃の楽しみの一つ、ドキドキで刺激的な運勢ゲーム、ひっくり返し無敵宝くじだよ。
い見てらっしゃい。運試しを始めよう。よし、大吉大吉。今日のうちの運勢は誰かさんの夢の中とは大違いだ。あの、あかり姉さん？いや、何でもない。昔のあんたはいつもイカ様で遊んでたけど。運がいいなら熱いうちに鉄を打とう。実を言うと、あんたと白球がルイジュの儀のことを確認してた時、私も彼に頼まれて計画の他の可能性のために動いてたんだ。ほら。え、これって？うん、他の器具じゃなくて白球が一時的に押さえつけた核だ。今奴とアジタの空間は影を抑える力を持つ収納ベルトに収められてる。一つの収納ベルトは30分しか持たないけど、少なくとも私が普段備えてる収納ベルトが尽きるまでは、奴に何かをする場合いつでも自由に使える。道理で今まで琥珀街で会わなかったわけだ。待って、そうだとしたらあなたは前から白球さんが少女に何もしないって知ってたの？結果をただ待つのが苦手なだけだ、私は。何かをしなければならない、そうでしょ？言い訳にしてはもう古いよ。どうして？あの夢か。そういえば、まあいい、今話すべき話題じゃない。みんなにはもっと大事なことがある。口が不器用と言うべきか、思ったことをすぐに話すと言うべきか。別に構わないわ。白球が前からこの声援を用意してたなら、私たちも参加しない理由がないわね。みんなで力を合わせれば解決できない困難はないって本の虫も言ってくれたよ。ありがとう。それでドニグルは？今まで俺の意見を聞いてたような口ぶりをしやがって。先に言っとくけど、戦闘が始まったら誰でもいいから俺に先陣を切らせるなよ。ドニちゃん、怖がってるの？おいチビ、誰が。セラちゃん
主役は最後に登場するものなんだ。わかったかな。おいチビ、誰が。セラちゃん、主役は最後に登場するものなんだ。わかったかな。でもドニちゃんは全然主役には見えないよ。じゃあ夢追い人は。うちの考えは前と同じだよ。これは老朽のことだから、お客さんのあんたたちが怪我をしたり、もっとひどい目にあったりしないようにしたい。老朽に少爵がいる以上、私たちは見て見ぬふりなんてしないよ。それに桜花には親切姉さんがいるからね。姉さんは私よりもずっとすごいよ。そうそう、技術が発達してる桜花とは違って、老朽は一人でも増えれば力も増えるかもしれないでしょ。人間は冒険の精神を持つべきだ。うん、誰かを見殺しにするのはバルキリーのやり方じゃない。まったく、これ以上話してたらうちの涙が止まらなくなっちゃうよ。正直に言うと、ベソを描くあなたを見てみたいと思ってる。ちょっと、ついてきなさい。何か。あなたは飴を食べてるの。そんな表情をしてるってことは、私みたいな人間は飴が苦手だって思ってる。うん。確かに昔は苦手だった。先生を自称するある人物が無理やり飴にいろんなわけのわからない効果をつけたんだ。その話を信じてなかったから、飴を食べてその間違った話を否定しようと思った。まさかそれがきっかけで飴にはまるとはね。ま、たまには誰かに欺瞞されるのも悪くはない。することがないよりマシ。そうだ、あんたが夢で見た私たちの二度目の戦いの件だけど、話によるとセナディアは自分の覇気で私の覇気に勝ったんだって。うん。どうして彼女にそんなことができたのか、私にもわからないの。それに、その副作用はかなりひどかった。でも、たとえ相手が今まで、覇気とは何の関係もなかったとしても、その道で私に勝てる人が確実にいるってこと？強いて言えば、そうだね。わかった。ありがとう。ああ、別に何でもない。また勉強になったと思っただけだ。もしかしたら、次に生かせるかもしれない。ついてきなさい。
ついてきなさい。ついてきなさい。案内しなさい。ついてきなさい。なんだ？嬉しそうだね。また他の術と一緒に戦えるから？何を言ってんだ。別に嬉しくなんかないっつーの。純子の名を半分持ってる身として空気を壊したくないだけだ。じゃなきゃ俺はとっくに家に帰って寝てる。あなたは逆の言葉を言うのが好きだね。でも残念、私の目はごまかせない。ふふん、二人とも私の目はごまかせないよ。二人とも嬉しい時は尻尾を上げてブルブル振るから分かりやすいの。気づいてるのは私だけだと思ってたのに。え？みんなが知ってることじゃないの？次の余興が何なのか当ててみるわね。ついてきなさい。案内しなさい。セルマ、体は大丈夫？なーに、その態度は。私が不治の病にかかってるとでも思ってるの？あなたの反応を見る限り、私のことをかわいそう。いいえ、むしろ惨めだと思ってるのね。庶民は貴族の末路を見るのが大好きなんでしょ？私は別に。面白いわね。末路には末路なりの趣がある。でないと、昔から今に至るまで、自殺をテーマにした演劇が多いわけないでしょ？ただ、昔から存在する神秘眼よりも、時代遅れの未来を一つずつ破って、私の好きな形に裁断した方が、もっと面白いじゃない？セルマお姉ちゃん、未来も裁断できるの？具体的にどうすればいいかはわからないけど、手伝うよ。ありがとう。セラの結合も欠けてはならない針と糸よ。次の余興が何なのか当ててみるわね。ついてきなさい。あれ？準備できたの？
案内しなさい。ついてきなさい。案内。あれ？準備できたの？無双の僧。その通り。無双の僧。形がなく、何事も可能にする。わかりやすく例えるなら、それは老朽の願いを叶える機械のようなものだ。その願いを叶える機械を満たしているのは人々の恐怖？ああ、私たちは害を避け、影も世の中に幸福をもたらせるように努力したが、この現象の悪だけは変えられず、揺るがすこともできなかった。すべての生き物には恐怖がある。人の本質は善だ。破壊、殺戮、あらゆる人間の悪のもとをたどれば、ほとんどが恐怖から来ている。そして無双の僧はその集大成なの？そう、うちも言っただろ、集まった影はまるで老朽の墓みたいなものだって。何しろ死の恐怖を上回る負の感情なんて、そんな。何しろ死の恐怖を上回る負の感情なんて存在しないだろ。そういえば私たちここに来てみたけど、何ができるか何をすべきか全然わからないままだよね。白球さん、私たちに何か仕事をくれない？これまで思う存分琥珀街を満喫したし、そろそろみんなに恩返ししなきゃ。あ、研究所が続けて研究できるように儀式の流れを取ってほしいってさっき親切姉さんに言われたの。ルイジュの儀とは違って、今回の儀式は素形の儀だよね。無双の僧の形を作る。師匠は数秒でこの名前をつけたけど、結構わかりやすいよね。以前少尺が簡単に説明したと思うが、多くの影、できれば老朽にある全ての影を術が支配し、その後私の巨眼の力で回収を行う。それが素形の儀だ。
その中には確かに諸君にお願いしなければならないことがある。もうベテラン先生ってばもったいぶらないでよ。わかった。諸君には処刑の儀を行っている我々の護衛をお願いしたいんだ。陣が完成するまで持ちこたえられたら残りのことは私に任せるといい。アインシュタインが地球で似たようなことをした気がする。アインシュタインって誰？多分私のお母さん、お姉さんって呼べって言われてたけど。なんでもない、重要なことじゃないから気にしないで。私とコラリーはいろんな特訓を受けたけど、護衛に関するものも結構あったんだ。ジンは違うけど対応法はそう変わらないはずだよ。話を戻すけど、とにかく術のみんなと永久に変なものが近づかないようにすればいいんだよね。その通りだ。問題ないよ、私たちに任せて。老朽に来てから私たちも影に対処する経験を積んできたし、核以外の器具も使えるから、うん、大丈夫じゃないかな。そこは自信を持ってよ。質問するような口調で答えないで。とにかく礼を言おう。さあ諸君、処刑の儀を始めよう。万有をかけ天に祈る。我が全てをここに捧げる。キリがない。エンジン点火。近づかせないよ。いこっち。あっ、やっほー。よいしょ。本当に怪物だらけだね。くらえ。まだ終わらない。目標録音、もう少し頑張ろう。ここで失敗するわけにはいかない。みんな疲れてるの？地面が揺れてる。白球さんの方はうまくいったみたい。あ、うん、これは
平和にもそれに見合った楽しみ方があるわ。次の余興が何なのか当ててみるわね。